おはよう。合衆連邦伝染病蔓延の危機、一時は抑止されたポリオウイルスの逆襲ってことはあれか、12月17日やっていこう。多分ワクチン接種の話が出るかな。はい、とりあえずお話を聞きましょうか。いやー、元気かい？ちょっと頼みがあるんだ。あの頼みね。戦時中綺麗な女の子と出会ってね、彼女のことが頭から離れない。ようやくこっちに来られると昨日連絡があったんだ。頼む、どうか彼女を通してほしい。彼女の名前は、エリサ。エリサーって言われてもな、ばっか。じゃあまず、この、いつものやつ読むか。伝染病の疾患、疾患なのかな？を流行させる恐れがある。合衆連邦は全部拒否せよ。なるほど。これ今日来るかな？まだ来ないと思うけど。明日かな？明日、明後日あたりに多分来る。合衆連邦とりあえず拒否だね。で、アルタンは引き続き取れと。これ合衆連邦。未来が予知できるエスパーだから。どっち？ダダこねる？こねない。これないですね。ちょっと引っ込まないで。リーズン。病気を持ち込まないで。私は至って健康ですか？簡単なんですね。用意した書類が全部無駄になった。この主人公のセリフもひどいもんだけどな。持ち込むんじゃねえよーって。乗り継ぎ。で、14日。トゥルーグロリアン。身長もまあ問題ないか。チーズ、チーズ。はい、はい。期日問題なしだな。オッケーだな。指名手配とかされてないよね。うい、次。男性女性図書館にレア。はい。ボスタン。数日？乗り継ぎ数日だな。オッケー。おい。ちゃんと選んでくれよ。あー、名前違うんかい。指紋くれ。名前別名ねえじゃねえか。指紋は一緒だな。はい、次。次だよ。はい、次の方。あ？出たよ。そのものを捕まえて私の心。ビザを認めてね。これだけだと怒られるんで、これやってと。ほい。あんな素敵な手紙渡したのに。いや、男に興味はないんだよな。あ、間違えた。許可証が必要だぜ。友人愛に30日。もらえませんでした。いや、通せませんでした。列減ったな、だいぶ。アルトツカで乗り継ぎです。数日です。ああ、誰も愛してくれない。さっきの手紙渡す人か、これ。ほら、あげるよ。はい。読み上げてなくていいから、早く受け取ってくれ。はい。あ、ごめん、実績のコインだ、これ。はい。締め手配犯ではない。アルタン、オッケー、回収だね。
身長問題なし、体重問題なし、生年月日問題なし。時刻のパラディズナで問題がございやせん。というわけで回収いたしやす。ほれ、いってらっしゃい。どうしたらいい？伝票の番号に問い合わせて。あれ、さっき来なかった？ あー、くそ、ディミトリのやつか。あー、ひどい上司だよ。お前を通せって言われてんだ。さっさと行け。あー、これだよ。これだよ。ふざけやがってよ。罰金ないからいいものをよ。まったくもって、あのクソがボンクラめ。ああ。何？乗り継ぎ数日ね。オッケー、期限な。問題ないな。身長もまあ足りてる。で、これはリパブリアか？はい、オッケー。ゲ。レッツゴー。さっきの女の人通さなかったで通さなかったで逮捕されるんだぞ。ふざけんなよ。遠距、おインポールだね。友人に会いに？ 12 周。まあ、ややこしい言い方するね。問題なしかな。女。足りてるよな、身長。いいんじゃないか？あるもんね。はぁ、あ。バーントン。だから、名前違くね？うい、確認取らせてくれ。問題ないか。合ってる。問題解決済み。オッケー。身長はちょっと高い気もするけど、問題なしか。いけ。レッツゴー。どれ？ハンコ。違う、欧州じゃなくて、違う、補足症じゃない。これこれ。うえい、楽でいいね。何のことだか。はい、さっさと、自主的に外に出なさい。オッケーです。アルタンではない。身長問題なしかな、一応確認して。体重は問題なしと。グレスティン、OK です。行政の方がちょっと気になるな。OK、問題なし。女、問題なし。行け。違う？関連性なしか。あ、そうか、合衆連邦か、この人。ほい。あ、終わった。こいつじゃん。ギリギリ来たな、指名手配。興味深い。やだ、通さない。いいもんでしょう、これ。ね。はい、明日の6時に来てね。今日は何もなーし。けちり、けちり。あー、だいぶ溜まったねー。というわけで、おやすみ。